時間でございますが、斜めのショットからこっちですね。こっちだってましたね。こっちになってますね。皆さんこんばんは。今週も木曜日9時30分を回りました。コアラとゆるゴルゴ IT ニュースナウの時間でございます。今週もコアラこと池口と、はい、ゆるゴルゴ佐藤と、ももこです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まだなんかうん、しっくり大丈夫ですか？絵的に微妙にちょっとより出る感じかな。おお、なるほど。はい、なるほど。はい、まあそれはともかくとして、うん、まあそれはですね、はい、今週暖かくなりましたですね。今日なんてめちゃくちゃ暖かかったですね。うん、暑かったですね。もう私昼にもあげたんですけど、車内がもう30度近くなって、あれびっくりしましたね。30度ね。30度がいいと。いや、今日確かにエアコンから冷たい空気が出てきました。うん、オートエアコンなんですけど、はいはいはい、そんな日に、長崎桃子さん、どちらへ？また若ぶなに。また若ぶなに。うん、若ぶなどんな感じでした？今日は若ぶなはもう暑くてみんな上脱いでましたね。うん、それはひょっとしてルービーがうまかったっていうことですか？ルービーがうまかった、うん、あー、そうですね。ルービーうまかったですね。美味しいと思いますよ。いいな。あ、まあ、あの何、私は飲んでないみたいな。ね、私は飲んでないアピール的な部分で。なるほど。佐藤さん、今週1週間は何か。いや、今週1週間あ、ね、まあ、なんかまたバタバタしててあれだったんですけれども、うん、今日ですね、実はちょっと面白いことというか、今日、うん、そうなんですよ。今日結構予定で、その、うん、午前中に新潟市内関谷行って、午後から正論行ってっていうのでちょっと動いてたんですけれども、うん、お昼にちょうど正論を向かう途中で、豊坂インター、豊坂パーキングエリアか、パーキングエリアね、はい、道の駅ありますよね。ここ行ったら、ね、はい、ヒッチハイカーさんがいたんですよ。ヒッチハイカーさん、うん、はい、なんかこれから北上するなんて、はい、でそれで話聞いたら、うん、大学生なんですよ。大学生、うん、佐賀のから来た大学生の子で、何ですと、どっから、そう、佐賀、佐賀、うん、ね、佐賀といえば九州の佐賀で、そうそうそう、でそこから青森まで行くっていうので、で豊坂 の道の駅のところで北上したいって言って書いてて、うん、でたまたま、まあそれで見て、で乗せて山の中で下ろしてきたとか、そういうことですね。いや、まあそれはないんですけれどもそしたら、まあ、Facebook やってるっていう話で、うん、でそれで、まあ、とりあえず私、まあ、北上するから、じゃああの辺まで行こうかな言って、カジノ道の駅まで、カジノね、はいはい、カジね、カジカワ、旧カジカワ村の、はいはい、うん、あそこまで連れてって、うん、でそこで写真をあげたっていうのを、なるほど、したんですよ。うん、何か目的があるんですか、その青森まで行くの。いや、なんかやっぱり日本一周をしたいみたいな話なんですよ。日本一周をするっていうことで、今なんか佐賀から青森に北上してる。一人で、一人で。ほう、それはあの日本一周をしたいっていうのに、佐賀から青森ってことは、うん、北海道とか鹿児島っていうのは日本には入らないってことかよ。多分期間でしょうね。この日数のうちに行こうっていうのがあったからでしょうね。で、もともと佐賀の子なんですよ。うん、はい、うん、でなんかいろいろ社内でいろいろ話したんですけども、うん、まあなんかフェイスブックどうだ、この今後どうなるんでしょうねみたいな話とか、結構いろいろ、まあだから社内でちょっとミニ勉強会みたいな、ミニ勉強会みたいな、うん、なかなか面白い。なるほど、なかなか社内は濃くなった感じですね。そうですね。そんなことが今日のお昼にあったというですね。しかも30度みたいなね。私のあのタイムラインのところにその時の写真上がってるんで、うん、うん、公開されてます？公開してます。ああ、そうですか。じゃあそれね、あのぜひご覧になっていただいて、その時の雰囲気をちょっと見ていただければと思います、うん、はい、ということで今週も、トピックから参りましょうと、うん、まだ出てないか、はい、うん、これで出たかなって感じですかね。でかいぜ、でか、はい、ということ で今週のトピックは2つ。1つ目が、うん、これです。スキーミング、
はい、これがセブン銀行、セブンイレブンさんの中にある ATM のところですね、うん、でそこに、貼られている注意喚起のシールであります。スキミング被害防止のために ATM 利用時はご注意くださいということですね。何が書いてあるかというと、上の方、まず上の丸ですね、この部分、これは何かというと、本当はないはずの箱がなぜかある、くっつけてある。もう一つ、本当はこういう形の吸い込むね、カードを吸い込むところなのに、うんうん、なんかちょっと微妙に形が違う。これは何かと言いますとですね、上に機械がくっつけられているんです、へえ。で、何をするかというと、ここの箱の中には実はカメラが入っていて、で、このカメラの、カメラで暗証番号を盗み見るわけですね、うん、で、この下についている機械、こちらの方の機械で何をするかというと、こちらの方で、磁気情報を読み取るわけです、うん、で、そうすると磁気情報と暗証番号のセットが分かりますよね、うん、そうですね。で、そうするとカードを複製できて、かつ暗証番号でお金を下ろせちゃうってことなんです、うん、なんかね、びっくりというかね、そんな感じですけど、その犯罪のことをスキミングと言います、下にもありますが、磁気情報のカードを抜き出して全く同じ情報を持つカードを複製して不正使用するという犯罪のことです。で、実際機械どんなものかというと、こんな感じのものです。で、上の方に2つありますけれども、これは実際の ATM の口で、上にかぶせるのこれ、なんかほとんど見分けつかないですよね。下になんかくっついてますけど、で、実際はこれをかぶせるんですが、こんな感じになってるんです、この下に口が、本当の口があるんですけど、これにこうかぶせる感じ、で、くっつけちゃうとこういうふうに一体化してしまって、まるで区別がつかない、ひどい話ですよね。で、これを通すことで磁気情報を盗んでいくと、あとは暗証番号さえ手に入れればなんとかお金引き出せますっていうことなんです。で、そういう犯罪なんですけども、実際まとめてみると、先ほどの磁気情報を盗む機械のことをスキマーと言いますけれども、そのスキマーを利用して抜き出すことが多いですね。店頭って書いてありますが、だいたいクレジットカードを使うところって何かのお店の店頭ですよね、なので店頭です、お店の人がやってる可能性も実はあったりします。へ、はい。で、複製は比較的簡単です。磁気情報さえあれば同じようなカードはいくらでも作れるということになりますので、その磁気情報を盗まれてしまうと、もう途端に何枚でも同じカードが作れるということになるわけですね。で、問題なのは、同じカードが作られるということは、本人の手元にはそのカードは残ったまんまってことなんですよ。盗まれてない、だから比較的安心してるわけです。ところがある日、月末になってまとめてその請求が来たら、なんかえらい請求たくさん載ってるぜおいみたいな、っていうことでやっと発覚するということで、なかなかこう発覚まで時間がかかるものですね。で、日本ではですね、2005年に初の摘発ということで、これはニュースになったので覚えてらっしゃる方もいらっしゃるかと思うんですが、ゴルフ場のロッカー荒らしをし、ゴルフ場って行ったことある方は分かると思うんですけど、貴重品を預けるところがあるんですね、で、そこに番号を押すことで預けられるロッカーがあるんです。その人その人が何番のロッカーに自分の暗証番号を設定できるわけですね。で、その暗証番号をカメラで撮影して、で、その犯人たちが賢かったのは、そのロッカーの中にある財布とかそういうものは盗まないんです、そこの中にあるカードだけを一瞬取り出して、そのスキマーっていう機械にかけて戻すんです。で、その情報だけを抜き出して自分のカードを作り、ガンガンと引き出していく。お金になりますもんね。結局本人が気づかないわけです、全く盗まれてない、お金もなくなってないから、ところが口座からどんどん盗まれていく。ひどい。ゴルフ場ですから比較的裕福な方が多くて、口座にものすごい金額が入っている方もいらっしゃって、トータルの被害額は何億単位です。へー、はい、ということで2005年にそういう犯罪で摘発されましたということですね。で、最近は IC カードっていう作りのものとか、金色のね、なんかちっちゃな四角がついたものとか、あとは生体認証っていって指紋だとか、あと
なんて血管、血管認証みたいなものもあるんですよね。そういったもので対策するケースもあります。まあこれはもう日本だけの問題ではなく国際的な問題ということになってるわけですね。でこの対策なんですが、結局のところ、まあ、正直盗まれることそのものはもうどうしようもありません。どんなに構えてても店員さんにやられちゃったらもうどうしようもないわけですね、実際問題。なので毎月来る明細書はきちんと確認しましょうということです。クレジットカードなんかの場合は必ず来ますので。で身に覚えのない支払いというのは相談することができるという書き方をしましたけど、まあここだけの話、ある程度まで拒否することも可能ですので、はい、身に覚えがないものがあったらぜひ、クレジットカードの会社に相談していただければというふうに思いますね。はい、スキミングについては何か、うん、そうですね、はい、先ほど その機械とかは実際にですね、店頭っていう意味ではなんでセブン銀行がやっぱり注意喚起されてるかっていうと、コンビニエンスストアっていう形ですから、特に深夜になると店員数人とお客さんしかいないわけですよ。そうするとそういった犯罪としてのやっぱりこう被害受けやすいんですよね。より目が届かないってことですよね。チェックがどうしても届かないんですよ、うん、でそれでそのスキミング自体がセブン銀行の ATM だけならまだいいんですよ。あれって今いろんな銀行のキャッシュカード使えるじゃないですか。ああ、そうですね、そうすると取り放題なんですよね。特に都市銀行とかになるともう本当にシャレにならないぐらいですから、コンビニがどうしても狙われちゃうと、うん、だからやっぱりより便利になった分気をつけなければいけない、うん、それがその典型が今回のスキミングのこの問題かなと、そういうふうに思いますね、うん。ということで皆さんもぜひよくね、私もお客様のところに行くとクレジットカードの明細すぐ捨てちゃう方とかいらっしゃるんですけど、はい、できるだけ取っておいた方がいいですね、はい。ということで次の話題参りましょう。これはさらっと、はいはい、町屋の人形様巡り、はい、村上の方でやってますけども、ストリートビューで実は見れますよってお話を軽く、この人形様祭りというのは、祭り巡りだの方というのはご存知の方も多いと思いますけれども、町屋村上独特のですね、家の作りをしたところに人形をきちんとこういうふうに展示しまして、見せると、でかつそのお家の方の説明を聞きながら見ることができるというとても素敵な、ね、そうなんです、そうなんです、とても素敵な企画です。で今年は75件の町屋です、が参加していて、今3月1日から開催ということですので、今、絶賛開催中ということであります。4月の3日までということになってますね。で、実際ですね、この75箇所のうち17箇所をお店フォトっていうので公開しています。でお店フォトってのは何かっていうと、ストリートビューってご存知ですか？ストリートビューは聞いたことない。聞いたことないですね。 Google マップはご存知ですか？ Google 知ってます、はい、Google マップの中に、写真が実はたくさん埋め込まれているっていう言い方をすればいいんでしょうかね。はい、ものすごく近づいていくと、どんどん拡大していくと、最終的にはストリートビューって言って、その街の様子が見られちゃうんです、その通りが。へ、多分私のうちもあなたのうちも出てます。あ、すごいですね。はい、すごいんです。でそれの屋内版をお店フォトというふうに言います。ちょっとちらっと見ていただきましょうかね、はい、ちょっとお待ちくださいね、今お出ししますので。お、出るか。お、はい、出た。これが Google プラスページ、ここの方で紹介されています。後ほどプラジュ TV の、うんうんうん、サイトにアップしようと思いますが、一番上の、ミショーキッカーさんの方かな、こちらの方をちょっと見ていただきましょうかね。こんな感じで見ることができます。こんなしっかり見れるんですか？はい、見れます。でこれね、実はね、動かせるんです。わあ、すごい。そう、さっきぶら下がってますすごい、はい、でこれちょっと奥の方行ってみましょうかね、うん、そう、はい、奥の方も行けます。こういう感じ。わあ、すごい、はい、奥の方左側見るとこんな感じで、上見ると上が面白いですよ、ほら、そうですね、うん、酒だらけ、そう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 、はい、こんな感じでですね、周りを見渡すことができます、うん、お店に行った気分、行った気分です、うん、はい、ぐるっと後ろも見れますよ、もちろん、はい、鮭、鮭って本当にこんなに並んでるんですねこんなに並んでます、ぶら下がってますね、ほら、たくさんですよ、はい、ということで、お人形巡りですね、こちらの方、こちらのお店フォト、ストリートビューでもご覧いただけますが、うん、ぜひ
現地の方でですね、ご覧いただければというふうに思いますね。はい、佐藤さん、これ村上、これ見たことあります？一度フォトウォークの、イベントの時に、うん、人形さんを巡りの時にあったもんですから、うん、その時に一応行きました。うん、あ、そうですか。うん、でストリートビュー自体はもともとその道路、うん、でのその外側ですよね。外側が中心なんですが、うん、今はその寺院、お寺さんの中ですとか、うん、あとは遊戯施設の中などもですね、はい、その場所によって見ることができるというサービスもですね、拡充してますので、はい、そういった点なども見てもストリートビュー非常に面白いと思います。うん、なかなかね、行けないという方、あと県外の方ね、まあ、一旦これで見ていただいて、もし興味を持たれたらぜひ現地で、うん、直接ご覧になっていただいて、かつ、地元の方のご説明もですね、ぜひ聞いていただければというふうに思います。よろしくお願いします。ということで、私の方のトピックは終了ですが、うん、何か、まあ、ざっと、はい、そうですね、ソーシャルストリーム、はい、いろいろと、飛んでましたので、うん、よいしょ、こんな感じでですね、ざっと、まあ、最初のところからですね、ざーっと言ってるんですが、まあ、最初の私のトーク関係から、はいはい、スキミングの機会、その機会は秋葉で売ってますかとか、そらちょっとあかんだろうと。いやでもひょっとすると売ってる可能性ありますけどね。売ってるかもしれませんね。でここに、うん、まともに、ね、作ってとか作れない。でコアラがゴルフ、コアラがゴルフとか意味が不明な話になってますけども、でそうですね、奥に持ち込んで読んでる店舗と、要はクレジットカードとかを支払いの時にカードをもらって奥でゴソゴソゴソってやってるっていうのですね。あるんですか。要は機械が奥にあるっていうのがあるんですよ。あと、町屋の関係でですね、フォトウォーク多分これまた今月あたりも予定してると思うんで、もしかしたら、イベントの企画あるかもしれません。そうですね。はい、はい、はい、そんなところ。それでは、前半以上で終了、 CM の方お願いします。時が経つのは早いけど、この日だけは確かな思い出を残したい。人生で一度きりの私、振袖一番館スタジオ BM。はい、ということで CM 明けでございます。何か、さっきのカード差し込むやつの、カパッてはめるやつは、はいはいはい、上からあの隙間っていう機械のやつね、隙間は見てもわからないもんなのかなと思って、あれね、あの初めからくっついてると多分ね、何とも思わないで入れちゃうと思います。あ、でそのぐらいよくできてるみたいです。そうなんですね。はい、私も多分引っかかると思いますね。これからちょっと気にしてみようかなと思ったけど、そうですね、そういうわけにもいかない、うん、でも多分ね、あのシール貼ってありますから、あのそれを見て、あの本物の方と見比べてみればいいと思いますよ。あ、なるほど、はい、わかりました。それでは後半、特集のコーナーでありますけれども、佐藤さん、今週は、はい、ということでですね、今週のテーマということで事前に予告させていただきましたが、今週のテーマはこちら、クラウド。もともとクラウドという言葉の語源は雲というですね、単語から取ってるんですが、まあ雲という言葉だけ見てもですね、なんだかようわからんというものだと思います。じゃあまずそもそも何だというところなんですけれども、一部の人はクラウドって聞いたら多分こいつ思い出すと思います。えらい一部だな。うん、わかる。今初めて見ました、うん、あのファイナルファンタジーのですね、キャラクターでクラウドっていうのがいるんですよ。うん、まあ、というですね、軽いところから言ってですね、はい、まあ、クラウドって何という話なんですが、実はこれですね、ウィキペディアなどで調べてみるとこんな風にダート出るんですよ。で別にこれ言いません。これ読んだ時点でまずみんな分かんねえわと、もやもやと、もやもやと思います。なので、要するにどういうことか、クラウドは一言で言えばインターネット上に全部しまっちゃうよってことなんですよ。つまり何かを保存しようという時に、それを全部インターネット上っていうその空間に保存する場所があって、そこに全部入れちゃうよと、
まあ、本当に広くなるとそれがその作った文書とか写真とかだけじゃなくてソフトそのものも閉まっちゃうよと。へー、そこまでできるっていうのなんですね。じゃあこれなんで、まあ、今クラウドクラウドって言って結構言われてるんですよ、うん、少し前にはニュースでエバーノートというですね、うん、サービスがパスワードがみんな5000万人ぐらいパスワードが流出しちゃったのでニュースになったりしたんですけれども、うん、そのエバーノートっていうサービスもそのクラウドの、を使って、まあ、インターネット上にいろいろ閉まっちゃうよとのがあるんです、うん、じゃあなんでいいかということをですね、今までのパソコンで何か保存をするっていうのを比較して見てみようと思います。今までっていうのはパソコンで何か文書作ったりしました。その時にどこに保存してたかっていうと、ちょっとですねこれ多分私らの映像に被ると思うんでちょっと一回消してもらいたいんですが、こちらフロッピーディスクとか、うん、ハードディスクとかに保存してるんですね、はいはい、でそうするとまあこれは今までなんですけど問題が一つ起きます。それはこのフロッピーディスクなどが故障したらアウトなんですよね。 あとハードディスクが壊れちゃったとか、うん、いうふうになったらその保存したものを見ることができなくなってしまいます、うん、でもあとはこれもあった、そのフロッピーディスクっていうのがパソコンでは使えるけれども例えば iPad とかでは使えないと。あ、確かに、うん、つけることができるできないっていうものが発生してしまう。 USB とかも一緒ですか？USB も iPad とか USB 差し込む口がないんですよ。あ、なるほど、そうですよね、うん、そうそうそう、うん、そういう問題が起きてしまう。でもクラウドだと作って保存したものはインターネット上に保管をします。そうするとこれは提供元のサービスの会社がここで何か起きてないかっていうのを随時こうチェックしてるわけですよ、うん、つまり故障が起きてないかどうかっていうのはその会社が管理しますんで保守管理はお任せというふうになります。何かあってもここでやってくれるよというわけなんですよ。しかもさっきそのフロッピーディスクだとパソコンで大丈夫、うん、iPad だとダメとかありましたけれども、インターネットを通じてやり取りをしますからどういった環境でも基本的には使えるわけですよ、うん、まあ、もちろんサービスによってパソコンでしかダメよとかそういうものもあるんで一概にはいきれませんが、うん、基本的には OK よというふうになります。で今回実はこのクラウドの話をする上であることをですねちょっと私強調したいと思ってですねこの後に加えてみます。それがこちら、 Facebook も同じなんだよっていうことを言いたいんですよ。これどういうことか、うん、Facebook って会員登録をするとパソコンで見ることができる、うん、あ、できますね、うん、iPhone、iPad でも見ることができる、いわゆるスマートフォン、タブレットでも見ることができる、うん、普通の携帯電話でも見ることができる、うん、これを結構分かんない人多いんですよ、うん、つまりパソコンで会員登録したら、うん、携帯電話でも会員登録しなきゃダメなのとか、あ、私携帯電話で登録したからパソコンで使えないよっていうふうに思ってる人って結構多いんですよ、うん、でも違うんだよと。これはインターネット上のその Facebook っていうところを管理している、まあ、サーバーと呼ばれるコンピューターに全部記録されているものですからそれを見に行ってるだけなんですよ、うん、だからその1人1会員登録をすればどの機械でも見ることができるよっていうことなんですね。これも言ってしまえばクラウドという考え方なんですよ。インターネット上に保管されているものをいろんな機械で見に行っているということなんですね。これを今回、まあ、クラウドというですね、解説でちょっと強調しておきたいという点でもありました。だから今のインターネットホームページを見るとかっていうのも実はクラウドみたいなものなんですよ。どのパソコンからでも同じものを見に行く、だからパソコンによる違いというのはあまりないわけですね。どのパソコンからでも見れますよということなんですよ、ということなんですね、うん、はい、まあ非常にですね日常的にもこのクラウドというですね分野が使われていますのでぜひ皆さんですねこのクラウドという言葉結構遠い話ではないですので、言葉自体をですね覚えておいていただけるといいかなと、そんなふうに思います。もう結構自然な形でね、うん、使ってるかもしれないですよね。使ってますね、実際のところ。ヤフーメールとか G メールとかってもうあれも同じですね、実はクラウドですね、うん、要はそのヤフーメールっていうのをパソコンからでも見れるし、うん、携帯電話からでも見れるしというので同じなんですね、うん、じゃ言葉を知らないだけで、うん、意外に全然使ってるってことなんですね。そう、使ってるんですね。はい、さあでですね、今日のですね特集のスライドはですね最後にオチないんですよね今日も、おまけということですね、実はこちらこんな会社がありましたと。クラウドジャパン、うん、
という会社なんですけれども、見るとですね、これなんかコンサルティングサービスとか書いてるんですけれども、実はこれですねホームページあったんですが、会社の住所とか何も書いてないんですよ。どこの会社だか分かんないんですよ、うんうん、電話番号とかも書いてないんですよ。怖いですね、うん、新しい言葉が出てくると、その言葉を使った会社っていうのは増えるんですよ。だから15年前にインターネットっていう言葉が出だした時に、私こんなのがあったんですよ。インターネットジャパンという会社から電話来たんですよ。なんだろうな思って言ったら、なんか商品売りつける会社だったんですよ。40万円ぐらいでなんかこんな便利なものありますよって売りつけるんですよ。で、あなたの住所教えてくれとか言って一生懸命言うと、だから新しい言葉が出ると、その言葉が目新しく聞こえるから、うん、変な会社が出てきます。変な、まあ、さっきのが変な会社かどうかは別として、皆さん気をつけましょう、うん、本当にシャレになりません。まあそうですね、なんか流行り言葉ジャパンみたいなやつはね、基本的にあんまりね、うん、ちょっと怖いです、怖いでしょうみたいなね、はい、そういうことですね。なので、はい、ぜひですね、先ほどのクラウドジャパン多分検索すると出てきますんで、うん、ぜひ皆さんもですね、ご覧になってみて、ちょっと怪しいです。ちょっとね、うん、評価はしません。評価してるじゃん。あれおかしいじゃん。あれおかしいじゃん。怪しいとか思いっきり言ってる。あれおかしいな。何言ってんの。はい、ということで巻いて巻いてが出ましたので、私の特集はそろそろ終わりたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。クラウド分かりました。分かんないですよね。いや、はい、なるほど。まあ、でもね、知らないうちに使ってると思いますし、まあ、とにかく手元にデータはなくて、うん、向こう側にありますよって話です。そうですね、はい、使ってましたね。そうなんですよね。ね、はいね、なんかですね、ブーヤさんがですね、これもクラウドの一つ、スカイドライブというのがあるんですけれども、これでですね、なんかうまく、アクセスができなくなったということが、言ってますし、であとですね、さっきのクラウドジャパン、 L と R が違うなと。 L と R、 うん、そうですね。で、雲のようなと W というも違うんです、うん、ですね、実は、プラージュジャパンとか。はい、顔色変わりましたけど、ちょっと顔色変わりましたんで、じゃあこの辺でソーシャルストリームの方はさらっと終わりたいと思います。プロデューサーの顔色変わりましたね。はい、うん、怪しいとか言われて、うん、はい、ということで今週も参りました。いいですか。はい、スイーツ男子佐藤とスイーツ男子、あ、ちょ、間違えた、スイーツ女子モーグルコーナー。今思いっきり大事なとこ変わりました。一緒にされるとこでしたね。スイーツ女子ってちょっと微妙に言いにくいんですよね。はい、と言い訳をして、次参りましょう。はい、ということで、はい、今週のスイーツはこちら。ん？雪いちご。ああ、はい。ほう。やっぱこれちょっといっとけって感じですかね。これね、また随分難易度高いの来ましたね。うん、これぜひソーシャルストリームでですね、うん、こういう風に食えというのを早めにいただければと思います。うん、雪いちご、まあ、皆さんもよくご存知のですね、中にいちごと生クリームが入ったとても美味しい、うん、素敵なスイーツでございますよ。うん、さてこれを佐藤さんがどう食べるか、うん、いや、何があって、はい、でかい。でかいですね。でかい。あとね、それをね、そのフォークでいくのか手でいくのか、あと上からいくのか横からいくのか。いや、上も横もねえじゃないですか。上はすごい。上難易度だけっすよ。いや、でかいって本当にほらこんなにでかいんですよ。私の眉毛と比べたらすぐ分かるじゃないですか。どういう比べ方ですか。こんなにでかいんですよ。うん、いや困るなこれ。はい、ブブヤさん、今週はですね、はい、そう、今日はね、専属のカメラマンというかプロデューサー自らカメラマンとなっております。ただいま、うん、はい、私が先ほどお願いいたしまして、よいしょ、はい、ぜひお願いしたい。はい、じゃあいきますね。さあいきますよ。はい、来た。はい、でかー。はい、いきますね。はい、いただきます。はい、こんな、ほら来た。
さあ雪いちごでございますよ。こちらあのいろんな、ね、諸説あるんですけども、うん、山崎製パン製のものを今日はお持ちいたしました。買ったのは、新潟市駅の中ですね。うん、駅中でございますね。以前はあのバスセンターにもねお店あったんですけど、うんうんうん、今はちょっとなくなっちゃったみたいですが、新潟駅の方にはまだ販売しておりますので、うん、そちらの方で買い求めてまいりました。鼻から食うって書いてあるんですけど無理吸い込めません、はい、鼻から吸い込めるのはあのむせるだけですので一口サイズだなっていう。1号が、いってないんでいきますね、うん、あそうですね、もう一口いっちゃってくださいね、うん、はい これね横から見るとかなり面白いんですよ。あのねあのこれ何の粉だっけ、この粉がね鼻息で飛ぶんだよ。いやあのむせるのを我慢するのにしちゃう。本当に今むせるんですよ。やばいんですよ。そうこれは結構ね、うん、難しいですよ、うん、これ食べるの結構難しい。でもやはりさすがです。さすがです。お餅のこの柔らかさ、うん、でクリームのこの濃厚さ、仕事忘れてないね、いちごのやはり酸味、バランス3つのバランス非常にいいです。いいですよ。そうです。やはりさすがです。さすが。なんかねあのコンビニに売ってる山崎製パン製のやつは189円かなんからしいんですけど、うんうん、これちょっと高くて210円するんですよ、うんうんうん、で俺白いやつですよね、うんうんうん、この白いやつの方がうまいっていう人が結構多いようです、うんうん、まあ、ちょっとこれはすいません私調べなので、うんうん、はい、雪見大福なら一口でいけるんですけど、さすがにこれちょっときついですね、はい、うん、ということでお待たせしました、はい、桃子様ぜひどうぞ。食べたかった。はい、あれですね、断面を見せるために切ります、ね、あ切るとまあうまく逃げたわね。あのさっきあの私汚れ部分はあのしっかりやりましたんで綺麗にぜひ綺麗に持ってくね、うん、綺麗な部分だけもう、うん、ももちゃんに頼もうみたいなね、はい、でも横で見てるとあんまり綺麗じゃないね。ね、これ難しいよね。これもうもっちりしすぎて、そうね、そうお餅の生地が、馬場さん粉吹いたとか、ボブヤさん汚いとかですね、バッチリ言ってますんで。そう、目で食べると眉毛が白くなるのかって書いてありますけど無理、目では食べらんない、ね、意味がわからない、はい、じゃあさあそろそろちょっと、はい、ね、行っちゃいましょうかね。じゃあこここれね、ちょっと待って、ちょっと待って、だんだんね、綺麗に食べようとして逆にドツボにはまってる気がするよ。でもこんなに伸びるんですよっていう、まあ、まあね、まあ、そうだけど絵的にはちょっとねかなり厳しいです、うん、そうそうそう、はい、この絵的にきつい、結構きついですよ、うん、綺麗に食べようとして失敗した感が漂ってるよね、うん、完全にね。はい、じゃあいっちゃってみましょう。はい、はい、ぜひその後食レポも噛みついていいですかね。ガチもういっちゃってください。かやこさん美味しいですよ。それあの髪の毛にくっつけないように気をつけてくださいね髪の毛白くなってますけど大丈夫ですか。史上最強に食べにくいもの部類だね、難易度の高さということで。いや美味しいですねやっぱり、はい、だからどんなところ美味しいですか、はい、この生クリームの甘さとやっぱりいちご、ね、の甘酸っぱさが、甘酸っぱさが、うん、あとこの本当もっち生地っていうんですか、牛皮っていうんですかね、牛皮なんですか、うん、牛皮だって書いてありましたよ、うんうん、で牛皮のすごい粘りのもっちもち感が美味しいです。うん、うんうん、私実は食べたことないんですよ。んなのでなん、まあ、ぜひあの教えていただきたいんですけど、うんうん、食べます。いや食べないです食べなくていいんですけど、うんはい、うん、もう一口いっちゃってみましょうか、うんはい、佐藤さんも2回来ましたんで、うん、今なんかびっくりした何この人言ってんのぐらいの感じの目で見られてしまいました1億3000万人の桃ちゃんファンの皆さん申し訳ございません。人口全員だ、うん、いないですよ。うん、これ黄色いの何、これスポンジです。あ、スポンジが入ってるんだ、うん、スポンジと生クリームといちごですね、いちごという感じで、うん、美味しいんですね、うん、美味しそう、うん、はい、ということで腹減ってきたなとか食べたいとかですね、うんうんうん、そういう書き込みがあって非常にこう何でしょうね狙いが当たってる感じですかね、うんはい、難しいですけどね、はい、食べるということでですね、はい、もうすでに30分を5分ほど過ぎておりますのでこの辺で
はい、今週のスイーツコーナー終了ということでございますが、よろしかったでしょうか。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ございます。ということで、はい、今週の放送はいかがでしたでしょうかね。あ、というか、うん、先にそうですね、なんか言われました。ちょっとですね、うん、だからその後やめて、その後やめてニーズない、ニーズない、ね、ニーズないものやめて、はいはいね、はい、お約束ですよね。お約束なんですか。マジですか。そんな話は聞いたことがない。さあ、そしてですね、はい、異様に盛り上がってました。ソーシャルスイング、今週だから普通でつまらんとか言わない、白いひげとかない、うん、余裕じゃない手で持てば手で持たないとダメ汚い、しょうがないじゃないですか。コントラスト、そうそうそう、そう、ロシアンルーレットはね、一度やってみたいと思うんですよね。で、今回か、ね、前回からね、3人になってるんで、うんうん、ロシアンルーレットやっても面白い感じになってますから、うんうん、誰が当たるかはもう計算して当たることにしておいて、まあ上から書いた通りですね。はい、まあそれはもう、予想通りだと思うんで、はい、お約束というパターンですよね。そうですね。うわー、なんだその展開。はい、ということで、うん、今週も台本なしでやってまいりました、うん、コアラとユルゴルゴ IT ニュース NOW でございますけれども、いかがでしたでしょうか。来週3月14日何かもう予定あります。予定、うん、いや予定って別に振ってみましたけど、予定って何の予定ですか。何が分かりました、はい、聞かなかったことにしました。で、実は、ここの皆さんにも言っていない秘密が私にはありまして、3月の14日、うん、ホワイトデーを、ケーキをご用意します。で、来ていただいた方全員に、わー、は、来ていただいた方って、はい、このスタジオに来ていただいて観覧していただいた方全員に差し上げたいというふうに思います。おお、足りなくなったらごめんね。はあなるほど、的な感じで。おお、はい、でもなんでそういうふうに言うか。いや、私みたいにバレンタインデーにもらえなかった人のためにホワイトデーには配りたいと。ちょっと苦しいですね。はい、はい、いや、見に来てほしいってだけさ。あ、なるほどですね。正直に言うとね、はい、ぜひぜひ観覧もお待ちしております、はい、お待ちしております。ということでございまして、はい、今週もコアラとユルゴルゴ IT ニュース NOW 37分ほど、全てまいりましたが、そろそろお開きとなります。来週木曜日3月14日も9時30分にこちらでお待ちしておりますので、ぜひご覧ください。それでは今日は、はい、以上、さよなら。手に雪いちごがついてる手で食べたのは後悔した。2人ともな、ほじついてるね。